今日もオイラと共に革命を起こそうではないか。待っていたぞカムラット。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。自警団任務の延長ですね。給食部の風花です。説明や解説が必要。少女を美しくするのはゲヘナ学園給食。至らない私ですが、よろしくお願いします。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。正規実現委員会。自警団任務の延長ですね。自警団任務の延長ですね。今頃だと予測して待ってた。先生が私の名前を呼んでくれる今この瞬間を。説明や解説が必要。美食研究会へようこそ。自警団任務の延長ですね。怒ってないから。ゲヘナ学園給食。これからすっごく面白い。ご主人様と一緒に。小さいからって舐めないで。アビドス対策委員会2年生、砂狼白子、よろしく。本の中の物語。試練が怖い時、苦難に負けそうな時、私が一緒に立ち向かってあげましょう。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。ゲヘナ学園
給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。別に協力するつもりはないんだけど。もともと私の主はミレニアムそのものだけど、今日だけは先生がご主人様だ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。浦和花子です。これからいろいろとよろしくお願いしますね。はい、それはもういろいろと。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。シラス・アズサ、最近トリニティ総合学園に転校してきたばかり。得意なことは単独行動、長所は小柄で隠れやすいところ、それぐらいかな。他に何か聞きたいことは？ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。待っていたぞ、カムラッタ。や、いらっしゃいませ、先生。期待に応えられるようにする。成長した、ありがとう。成長した、ありがとう。